どうも、田中でございます。今回は映画の話させてもらおうと思います。X-Men ダークフェニックス。やっとね、見てまいりました。よかったです。とってもよかったですよ。ネットではよく叩かれてるのを目にしてたので、ああ、大丈夫かなと不安な気持ちを持ったまま映画を見たわけなんですけども、最後まで見終えてみると、僕好みないい映画だったなと思いました。とっても荒いところもあるし、ん?って納得できない部分もあったんですけども、それでも僕はこの映画大好きです。面白かった。はい。ということでね、今回は X-Men ダークフェニックスについて、いいとこ悪いとこも含めて、ダバレ 100% あり、田中の偏見妄想を含んだ感想をお話ししていこうと思います。そういった偏見妄想、ネタバレは NG ですという方は、ここから先見ないようにお気をつけくださいませ。はい。それではね、今から X-Men ダークフェニックスについて語っていこうと思います。まず、ざっとしたあらすじですね。今回の主人公は、ソフィー・ターナー演じる、ジーン・グレイというね、フェニックスの力を持つ X-Men で。まあ、このキャラクターが、冒頭ね、地球に降り注ごうとしている、太陽フレアというね、なんかアメーバみたいな炎があって、それが、シャトルにぶつかりそうになってるんですね、宇宙のね。で、それを救いに X-Men チームが行くんですよ。その中で、ジーン・グレイが取り残されて、で、その太陽のエネルギーをそのまま受け止めるんですけども、それを吸収する形になるんですよ。そこから、ジーン・グレイは自分のミュータントの力をコントロールできなくなり、そして暴走していくというね、こういった流れがあります。で、この映画の一番のキーポイントになるかもしれないところなんですが、ジーン・グレイとチャールズ・エクゼビア、プロフェッサー X ですね。この二人の関係性。つまりは、チャールズ・エクゼビアをなぜジーン・グレイは許したのか。ここがポイントじゃないかなと思いますね。僕自身、ここが一番気になりました。そこ以外も、まあ確かにね、いろいろ気になるとこあったんですけども、やっぱここが一番、中心的な話になってくると思うんですよ。で、ジーン・グレイが今回どういった状態にあるのかというのをちょっと説明していきますと、冒頭シーンね、もうほんま一番最初は、ジーン・グレイの幼少期から始まるんですよ。幼少期、母、父、ジーン・グレイというね、3人家族揃って、車でね、ちょっとドライブしてるんですよ。その中で、まあ、ラジオのチューニングを変えてほしいってジーン・グレイが言うけども変えてもらえない中で、ジーン・グレイがテレパスとしての力を開花していって、そしてどんどんどんチューニングが変わっていくことに両親驚いて、ジーン・グレイまさかというのでドキドキしている中、対向車線のトラックとぶつかってしまうんですよ。そして両親が死んでしまい、それがジーン・グレイのトラウマになるというのが大きいポイントなんですよ。で、そのトラウマになっているんだけども、それをプロフェッサー X ことチャールズ・エクゼビアが蓋してるんですね。つまりそのトラウマが見えないようにして、ジーン・グレイがトラウマを気にせずに生きていけるような状況を作っていってるんです。ただこれが裏目に出て、ジーン・グレイがその太陽フレアをそのまま受け止めてしまったがために力が解放されて、チャールズ・エクゼビアのテレパスの力をはるかにしのぐ力で、その記憶の蓋もどんどん開いていくんですね。その結果、トラウマが蘇り、なんで私に嘘ついてたのっていうことになるんですね。ねえ、ずっと、いや、もうこれはお前のためだったんだ。お前のためにっていうことを常にチャールズ・エクゼビアは言うけども、やっぱ納得せずに。そして、中に嘘ついてた部分として、両親が死んだのではなく、母は死んでいて、父は生きていた。だから父に会いに行くという、こういったエピソードが出てきます。ところが、父に会った結果、ジーン・グレイは、感動というかね、もう、お前のことは俺は確かに捨てた的なこと言われるんですよ。もう、怖くて、一緒に住めないみたいなこと言われるんですね。で、それに、ソフィー・ターナー演じるジーン・グレイはショックを受けて、で、また暴走してしまってというね、こういう悲劇をどんどん生んでいきます。その、大きい悲劇の代償として、レイヴンを演じる、ジェニファー・ローレンスですね。このキャラクターが死んでしまうというところですね。はい。で、ここで、大きな問題は、やっぱ、チャールズ・エクゼビアが、そういうことをしてしまっているということです。つまり、嘘の記憶を植え込んでいたということ。で、それは、つまりは、X-Men たちを信用していないということにも繋がってくることになるんです。じゃないかなと思ってます。で、今回の、
新しい X-Men シリーズはジェームズ・マカボイが演じているチャールズ・エクゼビアになるなりますので、非常に若返ってるんですね、チャールズ・エクゼビアが。パトリック・スチュワート演じてた旧三部作の方はやっぱパトリック・スチュワートがそれなりのおじさんだったので、坊主頭も似合うし、どこか威厳のある長老感があったんですけども、今回そういうのがあんまないんですね。で、ファーストジェネレーションから続くこのジェームズ・マカボイの演じるチャールズ・エクゼビアはどこかチャラいんですよ。どこかチャラくて、どこか若手実業家的なところが強く押し出されている気がしますね。なので自分の考えていることが一番正しいので、自分がそれを あえてみんなに相談しなくてもいいなと判断した場合は、相談せずに勝手に自分でやっていくんですよ。それをレイヴンが非常にカツ入れるんですね。そんなことしてていいのかっていうことで、私たちをもっと信用して、私たち相談してよっていうことを言うけども、それをする必要はないと思ってるというようなね。まあ、要は、みんなよりも頭がいいから、そういうことをしてしまうというところが、はっきりと見えるわけですよ。まあ、もちろんそれはみんなを守るためでもあるということが前提であるんですけども、それはある種自分のうぬぼれでもあって、で、それで何回も失敗してきてるけども、やっぱその癖が抜けないっていうね、ここですね。ここら辺ね、なんでやねんって思う部分でもあると思うんですよ。もっと、なんか、納得できるような話作りにしていれば、ねえ、評判も変わったのかなとも思うんですが、僕自身は、もう一回考え直してみると、わかるなと思う部分でもありました。それは、僕自身が、そういうことをしてしまうだろうなと、思ったんですね。決してお金持ちでもないし、そういったミューダントの力を持ってないけども、どこが高飛車で自分の考えていることが一番であるというふうな、まあ、うぬぼれみたいなものをしっかりと持った結果、それが誰にとっても優しいことであると思って行動したら、そういうわけではないっていうことに、悲劇が起こった時に気づくんですよ。ああ、なんてことしてしまったんやと。で、その結果、そうですね。やっぱ、こもりますよね。やっぱこもります。もう嫌やと思ってこもったりします。で、この映画の中のジェームズ・マカボ演じるチャールズ・エクゼビアはめちゃくちゃお酒飲みます。めっちゃ酒飲むんですよ。ここら辺にね、ダメ予感がしっかりとある。この新、4部作で言ったらいいですかね、X-Men シリーズは。ジェームズ・マカボ演じるチャールズ・エクゼビアのダメ予感を見る映画なんですよ。前作のアポカリプスでもそうですけども、マカボイボコボコにされるんです。で、ジーン・グレイに、お前は強い。助けてくれ。お前の内なる力を解放するんだって言って、そしてジーン・グレイがフェニックスの力を使って、はぁーって言ったら、そのままアポカリプスバーンってぶっ飛ばすんですよ。それぐらい強いジーン・グレイ、そしてそれにすがるチャールズ・エクゼビアっていう、この関係性があるんですね。で、その前のフューチャー&パストの時には自分が歩けなくなってしまった。で、それが嫌だから注射打って歩けるようにできるんだけども、その結果ミューダントの力がなくなるというね、こういう風な、状況も作ったりします。つまりミューダントというものを捨ててでも普通の人間として生きたいというのをそこで出すわけですね。で、まだ考え方が変わって、で、話が進むわけなんですけども、根本的にそういうことを考えている人間である。じゃあ、もう一つ前のファーストジェネレーションですね。ファーストジェネレーションでどうやったのかというと、まさに高飛車な、俺はめっちゃ何でもできるぞという気持ちを携えながら、その懐の深さ、家の中にレイヴンですね。ミスティークがいて、そのミスティークと会話しながら、一緒にいようよと。ミュータントはいると思ってたよっていうことで仲間を集め始めるという話なんですよ。で、その中で最後、長男者、弾が腰に当たってね、そのまま歩けなくなるっていう状態になるんですけど、これがチャールズ・エクゼビアの考え方というか心の持ちようになってくると思うんですよ。だからジーン・グレイに対してそういう行動を取ることになんでやって思うとこあるけども、この子やってするよなっていうポイントでもあります。うん。だから後悔して謝る感じとかがどうしてもちょっと偉そうになってしまったりするのも、そうですね、納得しきってないところが本人にはあるわけですね。本人自身ほんまはもっともっと謝ってみんなに知ってもらいたいけども、うまくできひん。それは例えば
この X メンっていうミュータントを、普通の人類にとっても必要なものであり、差別ができるだけないような状態にするために、政府の仕事もいっぱいしていくというのも、一つあるんだけども、それに対してやっぱ、ミュータント側からはやっぱ不満が出るわけですよ。特にレイブンがその代表として言うわけですね。映画のワンシーンで、もう X メンじゃなく、X ウォマンねって言うわけですよ。もう、女の人が支えてるというようなことを言うわけですね。で、それに対してあんま言い返せない、チャールズ・エグゼビアっていうシーンとかは良かったですよね。ただ、この映画だけでなく、X メンっていう物語の大半はこのチャールズ・エグゼビアが主人公であるというところもポイントだと思います。例えば、旧三部作の方でも、1、2が、確かヒュー・ジャックマンが主人公で、3が、パトリック・スチュワートを演じるチャールズ・エグゼビアが主人公だったよう、あ、ちゃうわ、逆や。2がチャールズ・エグゼビアです。チャールズ・エグゼビアが主人公で、で、2番手にヒュー・ジャックマンがあるんですよ。で、3が、ヒュー・ジャックマン演じるローガンが主人公で、で、次に、ストームですね。ストームが2番手にあって、で、3番手に、パトリック・スチュワート演じるチャールズ・エグゼビアが来るんですよ。で、ファースト・ジェネレーションは、チャールズ・エグゼビア、エリック・レンシャーって来るんですね。で、フューチャー&パストで、またローガン主人公で、で、パトリック・スチュワートじゃない、ごめんなさい。チャールズ・エグゼビアが来るんですよ。マカボイを演じるね。で、次の、アポカリプスで主人公また、チャールズ・エグゼビアになって、で、今回の映画はジーン・グレイが主人公っていう、こういう感じになるんですけども、ほぼほぼ主人公、の位置にいるのがこのチャールズ・エグゼビアなんですよ。だからこのチャールズ・エグゼビアというキャラクターの物語がこの X メンの物語と言って過言ではないかなと思うんですけども、じゃあそのチャールズ・エグゼビアはどれぐらい成長したんやって言われたら、というところでもありますよね。やっぱその本人らしさはずっとあるんですけども、ダメ予感がね、どこまで受け止めれるかなんですよ。僕自身は、チャールズ・エグゼビア、ジーン・グレイ、なんでこれ許すのって最後思ったんですよ。ジーン・グレイが許すきっかけって何やったんとか思うんですけど、でも、これってね、多分男の人と女の人やったら、ちょっと気持ち違うんじゃないかなと思いますね。もしかしたらもっと時間、ね、あと30分か15分くらい取って、チャールズ・エグゼビアがジーン・グレイに対してもっと何か見せるところがあるのか、あるいはそういうふうにジーン・グレイに見せるんじゃなく、もっと違う姿でみんなが納得するようなものを作れたらね、よかったんですけどね。ちょっとかなり女の人に委ねる感じになりました。だからその女の人の委ねる懐の深さというところでは、最初にレイブンが言ったら X ウマンねっていうようなところが、まさにそこに響いてきてるかなと思います。いやーね、ここ、どう見るかですよね。僕自身もね、気にはなりました。で、この X メンシリーズの良くないところというかね、荒いなと思うところとしては、引き継ぎがすさんであるというのがありますね。 MCU はこれとってもうまいんですよ。ソーやキャプテンアメリカ、アイアンマン、インビシブラー、ハルクとかね、ここら辺の単体のシリーズがあって、それがアベンジャーズに集合して、で、またそれが他のシリーズとも合流してっていうところで、つながりがしっかりとあって、で、伏線も回収して終わらしていったあのエンドゲームはやっぱすごかったんですよ。で、それに対して X メンは、1から2はまだ良かったんですけども、2から3で一気におかしくなるんですね。まあ、ブライアン・シンガーのが、1本、2本目は監督し3本目違って、で、次のシリーズも、ファーストジェネレーションは、まだ違う監督がやって、フューチャー&パスとアポカリプスはブライアン・シンガーに戻るんだけども、最後また違う監督になってっていう、こういうね、ところもあるので、まあ、できれば、最後までの部分で見せてほしいなとも思うところはあるんですけどね。まあ、引き継ぎが甘いというのはもう間違いないです。旧三部作に出てきたナイトクローラーと今回のナイトクローラーの違いとかもね、良かったんですけど、なんか、
足りないですよね。なんか、他にもサイロックとか、エンジェルとかこの前出てきてたのに、なんか、もっと、まあ、エンジェル死んだかもしれないから、サイロックはね、出してほしいなとか、ありますよ。いろんなところにね、このキャラクターもっと出してほしいっていうのはあります。他にもキティね。X-Men 2で、この、壁すり抜ける女の子活躍するシーン、ね、襲撃された時にね、あったと思うんですけども、あのキティも、ほんまは今回のダークフェニックスという映画の中では、原作版で言ったらとても重要なキャラクターとして出てくるんですね。X-Men たちが敵に捕らえられて、それをキティが救いに行くっていうのが原作にあります。で、それは、キティが初めてミュータントというのを認められて X-Men たちから誘いに行くっていうところが始まるので、このダークフェニックスかキティの初めて登場する回でもあるんですよ、本当はね。だからこのキティがあんま活躍することというかほとんど活躍せずに終わっているところは僕自身残念でした。で、他に原作と比べてどうやねんって言われると、タズラーですね、ミュータントのみんながね、庭先で夜こう宴会してるシーンあるんですよ。で、そこで人が誰か歌ってるんですよ。これがタズラですね。これもあります。原作の方でキティとこのタズラ、この二人が新たなミュータントとして見つかるけども、こっちのタズラの方が弾かれるんですよ。もう私はいても仕方ないってことですぐに抜けるんですね。で、そんなタズラが一瞬だけ出てくるっていうのがね、なんか原作のこと思ってくれてるなと思いますよね。他にも、ジェシカ・チャスティンが演じるブーグですね。このキャラクターも原作に近い立ち位置になってました。映画の中では、シーア帝国のドゥバリ族リーダーで一族を滅ぼしたフェニックス・フレアを追ってやってきたというね、太陽フレアと地球で言われてた、あれがフェニックス・フレアであるというところではあるんですけども、まあ、これ原作で言うところのですね、ジーン・グレイがダーク・フェニックスと化して、宇宙にある惑星を飲み込んで食べていくというシーンがあるんですよ。その中に惑星ドゥバリっていうのがあって、そのドゥバリを食べるというシーンがあるんですよ。ドゥバリの惑星自体を飲み込むというシーンがあって。で、それはシーア帝国というね、まあ、銀河系かわからないですけど、そういうな惑星群があって、その中の一つの惑星としてあるんですよね。太陽系みたいな感じで、シーア帝国もそういう広がりがあるわけですよ。で、そのシーア帝国の中にいる、王女、王に当たるんですけども、リランドラっていうキャラクターがいて、これがチャールズ・エクスビアとその昔恋仲であったというね、そんなエピソードもあります。そんなエピソードもあるので、実はあのキャラクターの、ブーグというキャラクターは結構重要なキャラクターとしているし、実際に最後までいたので、ああ、なんかわかるなと思うところでありますね。まあ、原作に近づけた設定にしていると。いうところです。このね、ダークフェニックスの原作に近い部分としては、旧三部作のファイナルディシションの方ですね。こちらの方では、なぜ前作の X-Men 2で死んだはずのジーン・グレイが急に泉のほとりから蘇って、スコット・サマーズとキスをするというシーンがありますよね。この時スコット・サマーズ、自分の破壊光線を抑えるためのバイザーを取って、初めて二人が見つめ合ってキスするというシーンになってます。これもダークフェニックスサーガの方の原作の方でも描かれてますね。初めてその目と目を見つめ合うことができる、それはジーン・グレイがダークフェニックスの力を使って力を抑えた上でできたことであるというところでね、感動的なシーンでもあると同時に、非常にダークフェニックスの力の恐ろしさも感じることができるシーンになってます。で、ディシジョンの方ではね、すぐに爆発死産するスコット・サマーズが描かれるわけですけどもね。まあ、直接的なシーンないですけど。ここがなんか面白いですね。もう、ファイナルディシジョンの方もダークフェニックスサーガを元にしているんですけども、全然違う作品になってるので、もう、別個の作品と見た方がいいですね。ごめんなさい。で、他にもですね、やたらとね、チャールズがイライラしたり、弱く立たず感があるっていうのも原作通りです。原作の方のチャールズ・エクゼビア、このフェニックス・サーガに関して言っても、非常に邪魔です。ほとんど活躍しないです。ちなみにコミックでもドゥバリは一瞬だけ出てきて、地球人とは思えないようなね、ちゃんとした宇宙人の顔をしてるというところではあるんですけども。はい。っていうね、まあ、できるだけこの原作の要素を、この、20世紀フォックスの X-Men シリーズで取り入れてるというところは珍しいと思います。デッドプールというキャラクターは
その原作のキャラクター像とあまりブレることなく描かれていたので良かったんですけども、物語としてのデッドプールの原作があってというよりかはキャラクター造形をしっかりと引き継ぐ形でした。で、今回のダークフェニックスはちゃんと原作を取り入れようというところを強く感じるところだったので、そこをちょっと一つまた評価してもいいんじゃないかなと僕は思いますね。 MCU はそのとてもちゃんとした部分を見せ、ちゃんと引き継がせていく、つまり原作通りのいいものを描いているんですけども、引き継ぎとあったんですけど、技術的っぽくてそういうのあんまなかったんですよ。フューチャー&パストもなんかちょっと甘いですよね。原作の方を読んでたんですけど、そこまで原作通りというわけでもないし、アポカリプスもまだしかりっていうところではあるんですよ。まあ、アポカリプスに関しては、エイジオブアポカリプスっていうものが翻訳されているぐらいのもので、しっかりとそのアポカリプスという、あの映画の本間の原作があるのかもしれないんですけども、とりあえず、このジーン・グレイが活躍するダーク・フェニックスに関しては、そういう風にできるだけ原作から取り入れた内容を入れていたというのは、僕は見受けられたと思いますね。はい。でね、みんなが良かったなと思う部分としては、マイケル・ファスベンダーが演じる、エリック・レンシャーですね。はい、マグニート。もうこのキャラクターめっちゃ良くなかったですか？僕、今回、一番素晴らしかったと思いますね。今までも、マグニート、素晴らしい演じ方されてたんですけども、今回のマグニートはいつもにも増して良かった。もうめっちゃ良かったです。このエリック・レンシャーがね、ジーン・グレイがそのエリックたちがいる集落、もうほんとヒッピーみたいなところなんですけど、そこにやってくるというシーンがあって、まあ、この時直前にレイブンを力の暴走で殺してしまってるんですよ。で、そうなって混乱した状態でやってきてるので、その帰り散らした状態で生きてるんですね。で、それに対してエリックはどうしたって言って、なぜ血がついてるっていうことを聞くんですよ。で、その時ジーン・グレイは答えれないですね。それはレイブンの死んだ時の血ですっていうことはやっぱ言えないんですよ。多分無意識でもうテレパスとして中身を見てるかもしれないし、そうじゃなく察したのかもしれないし、そこの詳しいことわからないけども、そのレイブンの返り血であるっていうことは言えないんですね。そこにそのエリックとレイブンの関係をすごい理解しているジーン・グレイっていうのがあって、で、そんなジーン・グレイと、ジーン・グレイがエリックを頼る理由はエリックが大量殺人をしていたからだ。で、どうやってその大量殺人をやめたんやっていうところを聞きに行くんですよ。このシーンとってもいいシーンであるんですけども、その後、暴走やっぱしてしまうんですね、ジーン・グレイ。で、その時、暴走する理由は、こう、ジーン・グレイを撃ってヘリコプターが2台やってくるんですよ。そのうちの1台のヘリコプターがビュン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 勝手に回り始めるんですよ。で、ジーン・グレイが指、クッとこうひねったら、バターンで倒れて、バボーンって爆発するんですよ。って思って、で、もう一機の方に、早く行けって言いながら、エリックが、こう、ぐわーっとね、支えるんですよ。磁力の力で、ぐわー支えて。で、それをジーン・グレイが、もう、片手でね、すぐに倒そうするけども、全力のエリックがそれを支えて、うわーってこう、どうにか逃がすっていうね、あのシーンとか、もう、ほんまね、素晴らしい。もう、確実にヘリコプター助けてましたよ。ガーッあれよかったよね。で、このエリックのね、浮遊感も僕結構好きなんですよ。全3部作の X-Men で、イアン、マッケンだったかなが演じる、マグニートってね、浮いてる感がちょっと違うんですよ。牢屋に入れられてる時に脱出するときはこういう風にね、ベガみたいに、ストツのベガみたいに動くんですけど、その後、浮くときでちょっと手を前にしてこう浮くんですよ。こんな感じで浮くんですね。それに対して、このマイケル・ファスベンダーが演じるマグニートはこう飛ぶんですよ。わかりますか？こうじゃなくてこう飛ぶんですね。脇締めながらこう飛ぶんですね。ここに浮遊感があるんですよ。これ、こういう飛び方するのね、僕、うるせえ奴らのラムちゃんぐらいしかあと知らないので、もう、いい浮かせ方してるなと思いましたね。浮いてるわ、と。飛んでるんじゃないですよ。浮いてるんですよ。MCU のドクターストレンジも、やっぱちょっと浮き方こうじゃないんですよね。ちょっと違うんですよ。
やっぱ一番その磁力でぐにゅんと浮いてる感じはマイケル・ファスベンダー演じるマグニート一番だったなと思います。で、地下鉄をねブワーッと引き上げるシーンとかも良かったしね。いや素晴らしい、ほんまにふわーって引っ張り上げてる感じが良かったよね。で、ジーン・グレイを殺そうとしに行くシーンもね良かったです。そのもう殺しはしないって言いながらも、レイヴン別なんですよ。この、前作のアポカリプスの時もそうでしたけども、もう殺しはしないって思いながら、やっぱ家族殺されたら許せないんですよ。それに対しては報復するんですよね。もうそれに意味はないと分かりながらも、そうしなければ許せない。もう自分が許せないっていうのがあるんですよ。自分というかね、なんかいろんなものに納得できないっていうのが、あるんでしょうね。で、今回、もう一人の家族であるレイヴン、多分、あとチャールズ・エグゼビア、この二人のどちらかが死んだら、もうそれに対してはもう許せないっていう気持ちを爆発させるであろうと思うんですが、特にやっぱレイヴンは家族以上恋人クラスみたいなところにあったので、余計かなと思いますね。だからここで、殺しをしてなかったのに急に殺し始める理由は、家族は別であるというのをどこか持っているからかなと思いますね。はい。ねえ、ここら辺です。で、その後ね、結構コロコロ感情変わったりするんですけど、おいおいとは思うんですが、ただ、もう、ここまでやるからには、ケリをつけなければいけないっていうのもエリックの中にもありますでしょうし。でね、列車の中でのバトルとかもとても良かったです。この X-Men というヒーローが最後まで宇宙に行かなかったのも僕良かったですね。これも原作に近いんですよ。原作ってね、宇宙に行くのってジーン・グレイだけなんですよ。ジーン・グレイがさっき言ったドゥバリの惑星を食い散らかすってこのシーンの時ぐらいで、他あんま宇宙に行くシーンないので、地上で終わらすぐらいでちょうど良かったんですよ。で、こうネタというかね、この話をいろいろと見ていくと、どうやら、今年公開されたキャプテンマーベルと類似シーンがあるから、そのシーン使えなくなってみたいなこともなんか書かれてたので、ああ、そんなんもあるかもと思って見てたんですけどね。どこか、ね、フェニックス感、キャプテンマーベルにもありますからね。やばいやばいと思ったんですけど、僕はやっぱジーン・グレイ良かったね。ジーン・グレイの方が良かったですし、で、急に最後ね、そんな戦いしながらジーン・グレイが、もう、チャールズ・エグゼビア許すってなった時、ああ、なんでとか思ったりしたけど。でもさっき言ったようなね、ことでね。ダメを許してくれる女というところかなと思いますね。はい。ジーン・グレイやっぱちょっとダメ男が好きなんやろうなっていうのはね、この映画、特に新4部作見てても思いますよ。だって、サイクロプスね、めちゃくちゃダメ男じゃないですか。サイクロプス、ジーン・グレイのこと以外全然何もしないんですよ。もうほとんど力の制御もうまくいかへんし。このバイザーなければ力制御できへんねんって多分そうやって未熟なだけやろとかちょっと思ってしまうところもあるんですね。レイヴンだってずっと変身し続けてるわけじゃないので、多分コントロールしようのはできるけども、やっぱどこか未熟なんですよ。ちゃんと兄のアレックスは自分の力をコントロールしてたのに、スコットだけできないっていう、ここもね未熟感がしっかりとありますよね。で、映画全編通してスコット・サマーズって、主人公じゃないっていうのもこの原作とは大きく違うところですね。原作は X-Men チームのリーダーであるのがスコット・サマーズという風に描かれてるんですけども、そうじゃないんですよ。もう脇役なんですよ。脇役でジーン・グレイって思い続けるというのが旧作も新作も両方同じなんですね。で、新作の方が若いからこんな顔するのがね、なんかね可愛いしね、若いからしゃあないかとか思うところにも僕の中ではなってましたね。で、それを受け止めるジーン・グレイっていうところに、僕は最後チャールズ・エグゼビアを許すジーン・グレイという部分が重なりましたね。一応重なってます。ただその見た時に納得しなかったですよ。なんでとか思いましたけど、そういうことかなと思いますね。はい。で、あとこのキャラクター良かったなというところで言うと、やっぱジェニファー・ローレンス演じるレイヴンですね。ファーストジェネレーションからジェニファー・ローレンスなんですけども、このジェニファー・ローレンス最初ね、かなり大きいんですよ。むくんでるんですよ。だからちょっとってびっくりしたんです。旧3部作のレイヴンってかなりシュッとしてたので、急に大きくなったなという印象がありました。でもこれは多分
幼くてふくよかという、その、子供というものを演じさせる上で大きくしているのかもしれないというふうに僕は自分の中で納得させましたね。あ、多分この大きさ、ふくよかさというのは、子供のあのぷっくらしてるあの感じが、そのままレイブンの心情とリンクしているから、ふっくらしてるんだろうと思って見ていて、だから、レイブンは、回が進むことにどん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 ね、シュッとしていくんですよ。で、今回のダークフェニックスめちゃくちゃシュッとしてます。びっくりしました。あれ、ジェニファー・ローレンスめちゃくちゃシュッとしはったっていうので、ほんと僕それ衝撃でしたね。で、それに対して、ソフィー・ターナーは、ちょっとね、むくんでるように見えましたね。なんか、前作の方がもう少し、多分ね、ちょっと顔丸いのが、ソフィー・ターナーなので、それでそう感じてしまってるだけだと思うんですけども、前作よりもジェニファー・ローレンスが痩せてしまってるから、それで余計に感じたのかもしれないですね。ジェニファー・ローレンスなんかシュッとしたっていうのが、ほんと僕の中では、ほんとびっくりしましたね。全部一応見直してるから余計に、どんどん痩せていくジェニファー・ローレンスを目の当たりにしてるのが大きかったかなと思いましたね。という感じかな。他と言っておかなあかんなという部分何かあったと思うんやけど、あと最後チェスして終わるところは僕好きでしたよ。チャールズ・エクゼビアとエリックがねチェスして終わるってあれ良かったです。このチェスする二人っていうのがまさにこの X-Men の映画全編通されて 見受けられるところで、ねえ、そこにやっぱ終わりっていうものを感じましたね。ダッシュ、X-Men 2で脱出する前のエリックとチャールズの会話とかね、そこもやっぱチェスしてましたし、3で最後エリックが自分の力がまだ蘇るかのようなシーンもやっぱチェスの中でありましたしね。で、この新4部作の中でチェスするシーンほぼなかったけども、最後そこで終わらせるところにシリーズの終わりっていうのもちゃんと重なっててね、良かったです。だからそこで、まあ、なんていうんですかね、チャールズもっと他にもやらなあかんことあるやろうと思う部分もないわけではなかったですけど、ただそうですね、きっと何かは根回ししてるんじゃないかなというふうにいいように解釈しておきます。いいように解釈しておきます。まあまあチャールズね、まあダメですからね。ほんまエリックの成長が何よりでかかったのがこの新4部作です。ほんまにエリックが成長して何よりも自分の正義をしっかりと持ってましたよね。うん。だからこそ人殺しをやめたし、でも家族に対しての気持ちはまだ別であってっていうのもなんかエリックらしいなと思いましたね。で、特に変わらずにずっとダメ落としていたのがチャールズでしたね。チャールズね、多分一番悲劇を受けてないんですよ。チャールズ自身がその悲劇で足を動かなくなってしまった人なので、あれよりの悲劇があまりなかったと言っても過言ではないですよね。そんな中でレイブンが亡くなりジーン・グレイが暴走するっていうのは多分ほんまに衝撃的なことやったと思います。だから今回チャールズがそうですね、変わるきっかけを作ったのはレイブンだし、その変わるきっかけを作ったレイブンだからこそ、レイブンがいるからこそ最後のジーン・グレイが許してくれるところもある種レイブンの気持ちを汲んでの行動かなとも思いましたね。よかったですよ。あ、そうそう、ピーターや、そうそう、クイックシルバーのピーターが早々にいなくなったのちょっと残念でしたね。クイックシルバーがほんまはエリック・レンシャーの息子やでっていう告白するシーンどっか欲しかったですし、まああとスカーレット・ウィッチっていうね、まあ、娘さん出てこなかったのももったいなかったですよね。確か、前作のアポカリプスの時に、その娘もおって娘をどうこうできるわけないでしょみたいな、そのお母さんのセリフがあるので、その娘を匂わしてるのに娘も出されなかったっていうね。ここもでかいですよね。まあ確かに、その子出てきたら、ジーン・グレイと勝ち合ってもっと世界偉いことになるから、そら出されへんかと思うんですけど。ほんま見たかったですね。ほんま見たかった。まあ、もしかしたら MCU の関係上出せないというのはあったかもしれないですね。クイックシルバーはもういなくなってたからよかったけど、ねえ、スカーレットウィッチは未だに現役で活躍しましたからね。まあ、そこら辺の、全く違う世界のやつやったとしてもちょっと気を使わなければいけない何かあったのかもしれないかなと思ったりしましたね。はい。
というところでね、これが僕のダークフェニックスのざっとした感想です。皆さんはどう感じたですかね、どう感じましたか。非常にたどたどしくてね、うまく喋れていないところも多かったですけどね。まあ、これが僕の感想といったところでございます。まあ、よろしかったらね、コメントの方にね、皆さんの感想を聞かせていただけたらと思います。はい、ということで、本日はこの辺で、またねー。これ、サシミンさんっていうね、僕の動画よく見てくれてる方がおっしゃっていたんですけども、サイクは、旧作のサイクの方が良かったっていうことを言われてて、あ、確かにそうやなと思いました。旧作のサイク役の演じてる俳優さんの方がね、原作のサイクにめっちゃ近いんですよ。だから、あっちの方が良かったなっていうのはわかるんですけど、ただ、僕自身は、もう若くてちょっと尖ってるダメなサイク感っていうのは、今回の方があったんですよね。前作の方は空っぽだったんですよ。サイクが。ほんまに空っぽなやつに見えてたので、今回はなんかその若いからそういうことしてしまいがちで、その女の子に対してもそんな感じやっていうのも、なんか納得できたので。そこら辺ね、ほんまビジュアル出たそうなんですよね。ビジュアル出たそうなんですけどね。っていう感じです。